まずは、今回ハリウッド超大作に抜擢された日本アニメーションの第一人者、神山健治監督。続いて、ロード・オブ・ザ・リングシリーズすべての脚本を手掛けまして、そしてこの素晴らしい世界観を作り上げたプロデューサー、フィリッパ・ボーエさん。さあ、続いて、ソラエンターテインメントの代表にして、本作のためにソラアニメーションを立ち上げたプロデューサーを務めるジョセフ・チョウさん。そして最後に、超豪華吹き替え版のキャストからウルフ役を務めました須田健次郎さん。今日は皆さんよろしくお願いします。どうぞおかけになってください。 Please make yourself comfortable。さあ、それではここから一言ずつご挨拶をまずいただきたいと思います。神山監督からお願いします。はい、皆さん、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。ローハンの戦い、ロード・オブ・ザ・リングの、新作映画として完成いたしました。ぜひそれを皆さんに今日は紹介したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろんな裏話も期待してます。お願いします。さあ、続いては今回のために急遽来日されましたプロデューサーのフィリッパ・ボーエンさん、一言挨拶お願いします。こんにちは。I could not be more excited to be here in Tokyo, such a beautiful city. I have fallen in love with all the Japanese people, especially your filmmakers. You should be very scared of me because I'm going to come and steal them all. はい、こうやってまた日本にいられることとても嬉しく思っております。そして日本の方々、私はもう大好きなんですけれども、特に日本のフィルムメーカーの方々、もう本当に心から大好きになりました。ただそのことはちょっと恐れていてくださいね。全部の企画持ち込みますから。ドキドキでも楽しみ。ありがとうございます。さあ、続いてプロデューサーを務めますジョセフ・チョウさん、お願いします。皆さんこんにちは。作品発表のためにサンディエゴコミコンは何回か参加したことはあるんですけれども、このように本当にアニメを制作してるんで、東京のコミコン読んでいただいて本当に光栄と思っております。ありがとうございます。また読んでください。ありがとうございます。そして最後に須田健次郎さん、お願いします。皆さんこんにちは。たくさんの方に集まっていただきまして本当にありがとうございます。すごいですね、後ろにもいっぱいで。皆さん見えますか？大丈夫ですか？はい、今回のですね、ロハンの戦い、めちゃくちゃ楽しみに、公開を楽しみにしてます。そしてですね、本日こうやってコミコンで、皆さんにお会いできるのを本当に楽しみにしてました。短い時間ですが、ぜひ楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。まずはフィリッパさんにやっぱり伺いたいんですけれども、結構久々の来日になってると思うんですけれども、まずこのコミコン、この熱気いかがでしょうか？Yes, I can feel the energy. It's incredible. It doesn't surprise me because I've seen the passion that has gone into making these films. Yeah, so I couldn't be more excited, as I said before. It has been a while, but I will come back anytime you want me. Anytime, just say.
はい、エネルギーすごく感じていますね。すごいなと思いつつも驚きはありません。なぜかといえば関わってくださった日本のフィルムメーカーたちが本当に情熱を注いでくれたからなんです。で、まあ、確かに久しぶりではあるんですけれど、まあ、いつでも日本戻ってきますから、ただ来てほしいって皆さん言ってくださればそれだけで参ります。いつでも来ますとおっしゃってました。フィリッパさん、この、ね、やっぱり愛されてきたロード・オブ・ザ・リングのこの3部作なんですけれども、今回このシリーズ最新作を長編アニメーションにしたというこの制作の経緯をまず知りたいです。教えてください。 So about in 2019 Warner's approached myself, Peter Jackson and Fran Walsh about the possibility of making an animated filmBut it's one thing to think about making an animated film. It's another to think what form of animation and then which story in the vast array of stories that you could possibly draw upon in Professor Tolkien's work. So it took a while. It wasn't easy. And then when Sam Register, who works at Warner Brothers, came to us and suggested anime, I think he thought we would say, no, not anime. Actually, it was the opposite, because we're all fans of anime, and it was like, oh, maybe. And then this particular story, The War of the Rohirrim,sprang into my mind. And Lilica, it was just one of those moments where you thought, oh,I think this could work. And the reason being that I thought that the Rohirrim, the culture of the Rohirrim, somehow would fit within the great tradition of Japanese storytelling. There's so many layers that feel familiar, loyalty, honor, courage, but on the other side, of course, betrayal,failings, sometimes overreaching. So it felt like it was going to work. And then my only problem was to find a brilliant director. And luckily, Jason DeMarco helped us find this guy. そうですね、まず2019年頃だったんですけれど、ワーナーさんの方から、ピーター・ジャクソン、フラン・ウォルシュ、そして私の方に、まあ、アニメーション映画、を作ろうと、あという作らないかという話をいただきました。ただアニメーションといっても本当に幅広くいろいろなフォルムがあるわけで、しかもこの膨大な物語の中でじゃあどのストーリーを、ということであまり話が実は進まなかったんですね、なんですけれども、ワーナーさんのサムさんの方からアニメはどうかと、アニメ、日本のアニメーション、もちろんアニメは世界でもアニメというふうに呼ばれていますが、アニメはどうかと言われました。おそらくなんですが、私たちがいやいやもう絶対ノーというふうに言うと想定したんだと思うんですね。ところが逆なんです。私たちはアニメ大ファンでしたので、あ、それ可能性あるっていうふうに思いました。でその時に私の中でロハンの戦い、この物語が降りてきたんですね。あるいはこれにすべきだって思い立ちました。でなぜそういうふうに思ったのかというと、ロヒリルミの、あ、ごめんなさい、ロヒルリム人の、その文化というものが日本のストーリーテリングのその文化にすごく合うところが合うんじゃないかと思ったからなんですね。例えばよく日本の作品で見受けられる忠義、あるいは名誉、あるいは勇気、またそれと、まあ、対になるように裏切りであったり、それから何か目的があるんだけどそのために、頑張りすぎてしまったり、あるいは、私たちの短所、人間としてというようなところが描かれていて、でそこからいけると思ったんですけれど、問題は監督が、素晴らしい監督が今回必要だったことだったんですね、これはジョセフさんたちが見つけてくださいました。それがお隣にいる神山監督です。はい、ありがとうございます。そしてジョセフさん、日本のスタジオが制作してる、ね、この作品も本当にグローバルで、もう本当規模が、私結構アメリカ行くんですけれども、もういろんなところにポスターがあって、もう本当に規模が大きいなと思って、やっぱり誇らしいなと思っているんですけれども、この映画の制作に、まあ、携わる、まあ、経緯だったりとか、そして神山監督にお願いをする、この辺もちょっとお聞かせください。どういうふうな流れだったんですか？はい、まあ、実は僕はアメリカから来たんででも最近あまりにもアメリカ行けなくて前回発表会の時にリリコさんが、いや見ましたよって、ね、そう、羨ましいなと思いました
結構見ましたもんね。はい、はい、あ、そういうこと。はいはい。そうですよね。この映画っていうのは実はちょっとコロナの真っ最中に、ブレードランナーというまた、違う映画作品の、シリーズ化を、亀山監督と、一緒にやってったんですけれども、その時多分ローダバジングっていう可能性があるという可能性があるっていうことしか聞かなかったんで、なるほど、 そうなんだとありねえだろうとは普通思ってたんですけど、でちょうど、何らかのきっかけでロサンゼルス行かなきゃなくなって、で行ったら正式なオファーがいきなり飛んできたんですよね。で時間があんまり残ってないと早くやれとあ、そうなんだとでもやっぱりもう監督ですよね、キャプティンが必要なんで、いや誰なんだという、まあそこで、もちろんそういう経緯はあったんですよ。一緒に何作か亀山監督とご一緒させていただいたんで、やっぱり海外のフランチャイズとか、まあ、国内も問わずやっぱりこう亀山監督とはもうもちろん何でもやりたいという気持ちはあったんですけど、まあ、それにプラスやっぱり英語でプレスコをやって最初なんか制作していくということにも、監督は慣れてはいたので、まあ、そういうのもあったんですけど、要はそっちがポイントじゃなくて、やっぱりこうロード・オブ・ジングっていう、こうトルキンの原作を、まあ、それにまたさらにこう、ピーター・ジャクソン監督が解釈した世界観の延長線の作品だっていうことだから で、ね、はい、でも亀山監督ってやっぱりこう映画とか、まあ、いろんなアニメなんかやっぱりこうただただ見るんじゃなくて、もう分析して、もう全部頭の中に分析で入ってるんですよ。でそれにかなりテクニカルで、脚本展開でもあるので、ストーリーテリングな部分でも、まあ、もう間違いないなと、まあ、それはもう本当にもう、まとめて言うとね、まあ、自分からは言えないんでしょうけど、天才だからですね、はい、です、はい、じゃあ電話してでロサンゼルスから電話したらね、まあ、お忙しいんでなかなか電話に出れないんですよ、一発で何かあるんですよ、やっぱり作品やるときにはです、ね、はい、監督さんたちでなんかやっぱりこうなんかセンスがあるのかなと思うんですけど、決定的な何かがあると思う、一発でね、はい一発で出ていただいて、こういう作品世界にかかる作品らしいんですけどと、今ね話聞いてるとアメリカ3000巻、はい、でまあ、やっぱりもう前例がない日本のアニメとしてはという規模と、はい、まあ、全世界2万何千巻だと話聞いてるんですけど、はい、半分が中国人ですよね、すごいなと思います、うん、思ったんですけど、まあでもこれぐらいの規模でやっぱりこう かかる映画なんでいかがですかね、うん、たらもう、うーんっていう感じで、うん、やるしかないねっていうという、まあ、そこから始まりました。なるほどね、はい、監督やるしかないという、まあ、このオファーをいただいて、まあ、ハリウッドデビューということにもなりますが、ロード・オブ・ザ・リングというね、誰もが知ってる、ね、作品、有名な作品の、まあね、最新作ということ、まあ、そのオファーいただいた時の気持ち、そして何に気を使って、そしてどういうふうに制作をしたのか教えてください。ジョセフから話を聞いた時は、内心は心の中ではもうロード・オブ・ザ・リングも大好きだったしね、それをこういった規模の映画で監督をできるっていうのは、オファーをいただいた時はもう内心はもう本当に踊り出したいぐらい嬉しかったですよ。おう、でもこれをアニメーションで監督するって、まあ、作り上げるのがどれだけ大変かっていうことももう分かっていたので、ちょっと顔にはその喜びは出さずすごく難しいね、これどうしようねって言った覚えがありますね。どのように作り上げ始めました？はい、スケジュールもそうですし、ローハンの戦いをヘルム王のヘルムハムハンドのストーリーを映画にするっていう段階で、もうすでにローハンだから騎馬民族なんでね、何千頭の馬が出てくるんですよねと、で、それに騎馬兵が乗って、で
ランレンディングと戦争するんですよねと。あのおそらくアニメーションでは騎馬の合戦っていうのを映像化したことってないと思うんですよ。日本で黒澤明監督があの影武者の時にね、初めてやってるんですけど、あのアニメでこれを作るっていうのは正直不可能なんじゃないかなと正直思って、こんな素敵な話なんだけどもうこれ作れないものを受けてもね無理だっていうふうに正直そういうアンビバレントな思いが両方あったんですけど、ただやっぱりこれは絶対に受けるべきだし、この日本のあのアニメを作ってる人たちも代表してでもね、これは受けるべき仕事だと思ったので、僕があのここまでこう培ってきたデジタルの技術とかを使えば、もしかしてできるのかなということで、あのモーションキャプチャーであるとか CG3D のアニメーションも僕も長くやってましたので、そういったものも全部使ってあのやれば手書きのアニメーションでも、最終的には手書きのアニメーションに絶対するんだけれども、あのなんとかいろいろ使えばできんじゃないかなと思って、モーションキャプチャーも使ったし 3DCG も使いつつ、でも作画最終的には作画にする、そういう作り方だったんで、3年間で僕3回この映画を監督した気分なんですよね。なるほどね。本当にお疲れ様です、はい、でもすごいあの楽しいチャレンジでしたね、ありがとうございます。そして津田さん、はい、なんかこの前あの、はい、本当につい先日あの本編をそうです、ね、ご覧になったという試写で、はい、どうでしたか、感想を聞かせください。アフレコの時に多少映像というのは、見ているんですけども、あの投資で見るのは初めてだったので、どんな感じになってんのかなと思って早く見たいなとは思ってたんですが、実際見るとやっぱりすごいですね。なんだろう、結構疲れた状態だったんです仕事終わりに お忙しいですからね、はい、見させていただいたんですけども、全然疲れが吹っ飛びました ね本当に飽きることなくずっと画面に釘付けの状態で、すごく面白く最後まで見られて、本当に、いい作品に出演させていただいたなと思いましたね。背景私未だに実写なんじゃないかなって、ね、疑ってるんですよ。すごいですよね背景とかね、美しすぎて、はい、空と山と、はいね、草原というか、はい、緑がね、もう結構びっくりしますよね、はい、あの背景とか見るとね、はいはい、監督あの、ねまあ、今お話ししていただいたように、まあ、手書きにこだわって、もうその完成まで多分すごくたくさんの挑戦もあったと思うんですけれども、もうちょっとこの流れだったりとかちょっとお話しいただけますか、どのように、はいはい、日本のアニメーションの特徴はやっぱり手書きのアニメーターたちの技術の凄さだと思うんですよね。でそこを求められているところもありましたので、アニメーターたちのこう一枚一枚こう気持ちを込めて描いていくアニメーションというのをで最終的にフィニッシュするんだっていう時に、それでもどうしてもやっぱりこれだけの対策でまず馬が2000機出てくるんだけどっていう段階でね、なかなかこうアニメーターたちもそれはびっくりしてしまうんですよね。描ける人も中にはいるけど、やっぱり馬はアニメーターになってから描いたことないっていう人も多いしね。そうなんですね。なので手書きのアニメーターたちのこう力をいかにこう最終的なフィニッシュに持ってきてもらうかっていうために、まずその描くだけでも大変な馬の動きであるとかこう軍勢の動きだったりとかっていうのを一旦 CG の方でアニマティクスで作ってしまって、
そこも考えるのが大変なわけですよ。何人ぐらい書くのと、あ、これだけ書くんだみたいな、もうそれを考えるだけでも大変なので、そこは一旦 CGI で作って、アニメーターがこう書く、こう絵を描くことに力を集中してもらうために、あの CGI を使ってまず馬の動きとかを作ったんですね。でプラスこう人間の動きとか、あとはそのリアルなカメラワークですよね。あのロード・オブ・ザ・リング3部作につながる作品ということで、こうアニメならではの良さも入れつつ、でも3部作と共通している部分っていうのが必要だったので、あの舞台もローハンと、ホームブルグ城が舞台になって、2つの塔とあのセットは被ってるんですね。なので、あのピーター・ジャクソンの上田からその CG のデザインとかをお借りしてですね、そこはこうゼロから作らなくてもいいように、それを共有しつつ、アニメーターに最終的にそれをいかにこう素晴らしい絵にしてもらうかっていう、そういうような作り方をしてます。でそれはスピード化も図れたと同時に、やっぱすごくクオリティをアップするのに役に立った部分だったですね。なるほどね、面白いお話、それすごいですね。でフィリッパさんはあの、まあ、ピーター・ジャクソンさんとね一緒にロード・オブ・ザ・リングの世界観を全部作り上げて、それの200年前のお話、ストーリーを作り上げるのってすっごく難しいと思うんですけれども、どのように作り上げたんですか？Yeah, when you first look at the story of Helm Hammerhand, it's only a couple of pages in the appendices of Lord of the Rings, and you might think there's not much story there, but what I find with Tolkien's work is always when you start digging, you just keep finding more and more and more layers. For example, we already knew a lot about the culture of Rohan, which is spread throughout the book. We had the great tradition of the Shield Maidens in the character of Eowyn from the live action films that we could draw upon. But beyond that, we had things like this, the setting, the time frame. We knew the time frame that this particular film would be set in. It's about 200 years before the War of the Ring, which is what the live actions is set in. And it's set against the backdrop of what's called the Long Winter, which Kenji Kamayama has just realized so beautifully on film, that it almost becomes a character in itself, this bitter, bitter cold that is that sets in. So we actually found there was a lot there. The biggest challenge was, of course, whose story is it? Who are you going to follow? And Kamayama really embraced the idea when I sort of talked to him about it, because we tended to create the story together as we went along. Like I'd pitch him something and he'd come back with ideas. And we settled on the central character being Hera, who does not have a name in the books. She's the unknown daughter of Helm. But once you look at the story, you realize actually she is the beginning of the conflict of this story. It is this young woman who the conflict at the start of the story is all about. Who is she going to marry? You know, this rich, wealthy nobleman comes forward and says, your daughter should marry my son. And Helm is annoyed by this presumption and says, she will marry whom I choose. Immediately, and Kamayama liked this idea, the question is, well, what does she think about this? How does she feel about this? So that's where we started, with seeing all this incredible action-packed conflict, but seen through the eyes of this young woman. And also, as you follow the story along, little spoiler here, not everyone's going to survive it. So again, it was a character who was going to be able to take us right to the end of the story, and her fate was in our hands in a way, because that was yet to be written. Sorry, that was long.
長くなっちゃってすみませんとおっしゃってましたけれども、まずあの最初追収オヘルム の, そ の, も, あのもちろん物語、というのを、まあ、原作の追放編で見ますと数ページしかないんですよね、だけれどもやはりもともとロハの文化であったりっていうのはもう本のいろいろ各所で描かれてきているし、例えば盾の乙女という美しいその伝統であったり、それから、まあ、エウィンというキャラクターももちろん実写を通して深掘りされていますし、そういったものからまずは始めました。でさらに、まあ、その指輪の戦争のずっと前になるわけなんですけれど、実は、まあ、歴史的に中津国にすごい厳しい冬が訪れる。でこれをまあ監督が非常に美しく映像化してくださっています。でちょっと話は戻りますけれども、まあ、誰の物語なのかというのが大事なわけですよね。で実はこれ自分が書いてというよりは神山監督とご一緒に作っていきました。アイデアをこうピッチして、そうすると何かアイデアを返してくださるんですね。で行ったり来たりという形 でこの主人公は原作ではナナシです。名前がありません。でヘルムの王の娘なんですね。ただ、まあ、それ以上のことは書いていないんですけれども、実は見ていただく物語の戦いの、まあ、最初のきっかけに関わってはいるんです。なぜかというと、まあ、彼女が誰を結婚するのかというところから始まるの で、まあ、非常に裕福な王子が、まあプロポーズして、でそれに王はイラッとして選ぶのは自分なんだみたいなところから始まるんですけれど、ここで神山監督が彼女はでもどう思ってるんでしょうっておっしゃったんですよね。でそこから全ては始まってきました。で見ていただいたようにもアクション満載 の, その戦いというのも出てくるわけですが、それがこの主人公の若い女性の視点から描かれていきます。ちょっとネタバレにはなりますが、出てくるキャラクター全員は生き延びません。でまあでもストーリーをある程度最後まで連れてってくれるキャラクターが必要でしたし、逆にこのキャラクターのヘラのキャラクターっていうのの運命というのは私たちが作っていましたから、私たちの手に握られていたとも言えるわけです。はい、主人公ヘラの話もありがとうございます。さあ須田さん、はい、今回台本を読んだ時にどう思いました？この物語、壮大な物語。何ですかね、とても古典の良さというか、壮大な古典の良さがすごい詰まっていて、でも現代を生きる僕たちもとても共感できるものだったり、例えばその女性がどう生きていくのかとか、とても現代的なテーマもはらんでいて、どっちもなんか本当にうまく織り込まれていて、それで、説教臭くないし、古臭くないし、そのままスピード感持って最後まで走り抜けてくれるので、本当に一気に台本も頭から最後まで読ませていただきました。面白かったです。そして津田さんが、ね、はい、声を演じているウルフ、はい、これはどんな役か教えてあげてください、皆さんに。はい、ちょっとねネタバレないように言葉を選ば、ね、選びながら、ゆっくりで大丈夫。そうですね、はい、まあ、基本的には敵役と言いますか、はい、主人公ヘラの、敵役になっていくんですけれども、ただの悪役ではない、はい、ちょっと今監督に確認したんですけど、見た感じはすごくワイルドで、たくましい感じなんですけども、ちょっと弱さをはらんでると言いますかね、ちょっとかな、結構弱い、なんかこうすごく欠落した男なんですよね。でそこら辺のなんか、まあ、出てくる登場人物の中で最も人間臭い、非常に、人間臭い男なんですけれども、その欠落した部分がとても魅力的だなと、まあ、収録終わった後に監督にお話しさせていただいた時に、こいつは嫌われますねっておっしゃってたんですけどでも逆かもって僕は思ってます。はい、嫌われながらもすごく愛される、はい、キャラクターになるんじゃないかなと。 Can I ask you a question? 質問してもいいですか？はい。 Do you think he ever truly loved Hera? Or was he just obsessed?、うん、
ヘラのことは心から愛していたと思いますか、それともなんかオブセッションになっちゃってたのか。僕としては答えていいのかな、大丈夫か、僕の解釈ですよ、はい、愛だと思いますね、はい。いいね、こうやって舞台でわかるというね。でも私ウルフに結構惚れました。ああそうですか、はい、すごく素敵ね、え、いい、なんかいい感じの欠落感がありますよね。はい、いいと思いますよ、はい。さあそしてジョセフさんに津田さんを、ね、ウルフ役にという日本語吹き替え版でやっぱりこの意味とは、はい、まあ偉そうに起用したとかも言えないんですね。お願いしてイエスであれば、もうここにいらっしゃる皆さんが多分ですよね。もうみんな ね津田さんがイエスだと、はい、もう映画のオファーと同じなんですよ。ありがとうございますっていう、もうそういう、実はまあこの前に、忍者カムイという我々の制作した、作品の主人公を演じていただいて、延長戦で考えて、なんか本当にウルフ役としてどの方を考えてらっしゃるんですかっていうことを監督に聞いたところ、さすがに今なんか分からなかったこの会話、ウルフってどういうキャラなんだろうっていうことから始まって、こういう複雑なキャラクター、だって誰もがそういう嫌われながら愛されるキャラクター演じるっていうことって多分もうそう簡単じゃないと思いますよね。なのでもう津田さんの名前しか実は上がってこなくて、でも津田さん忙しいからねっていう。まあでも本当にイエスと言っていただいてありがとうございます。こちらこそです、ありがとうございます。本当に素敵な役をありがとうございます。どうでしたか、アフレコの現場スタジオはどうでしたか。はい、そうですね、一人収録ではあったんですけど、僕の場合は小芝さんとかの声を聞きながら演じることができたので、はい、そうですね、でも結構丁寧に監督とこんな感じですかね、あんな感じですかねっていうのは、はい、打ち合わせしながら収録できて、でもスムーズでしたね、結構。そうですね、はい、ただ普段ね日本でアニメを作ってる時は、はい、アフレコなんですけど、はい、この作品は先に英語が収録されているので ね、はい、吹き替えみたいな感じ で、ね、はい、ここはちょっと不思議な感じでした。そうですね、なんかやっぱ吹き替えも大事にしつつ、ただでも監督の意向もリクエストも、はい、大事にしつつって、今回これ日本語版も世界で上映してくださるんですって、字幕付きで嬉しい。私も4役やらせていただいてます、はい、声を。はい、監督ありがとうございます。ありがとうございます。 しかも女性2人と男性2人ということで、はい、出したこともないような声を生後初めて出しました。はい、このトークバックというね、もちろん別のスタジオにいて、そこからね監督がこの良かったとか、もうちょっとこういう風にやろうって言って、ボタンを押した瞬間に向こうのその部屋にいるスタジオ、なんていうの、サブっていうか、いるみんなの声が聞こえるんですよ、はい、大爆笑でしたね、私の男性の声。そんなことない、みんなめちゃくちゃ笑ってたなと。笑ってないですよ。すごさに感嘆した。でもそれが全世界に公開されるということですね。よかったです、嬉しいです。さあそれでは最後にフィリッパさんと監督に東京コミコン、ここに来てらっしゃる皆さんに、ここ特に注目してほしいな、ここのポイントは、もう本当に私から言わせればもう全部なんですけれども、もちろんとフィリッパさんから皆さんへメッセージと、ここ見てねっていうメッセージお願いします。As a writer, if you're lucky, every now and then you realize that everything you've poured onto the page is about to be lifted off it by a visual master. And that's what's happened here. So I just want you all to please, if you know anyone who loves Lord of the Rings, if you know anyone who loves cinema, encourage them to go and see this film in the theaters. The
scale of it is incredible. I've heard already that the performances of these great Japanese actors are amazing. The score is beautiful. The sound effects are incredible, like the cinema literally starts shaking. So do yourself a favor, go and see it in the cinemas. And can I also, just from my heart, please thank all the incredible Japanese artists who put their heart and soul into this film, along with the actors, but most of all this man who I believe, and I'm most excited for the world to be introduced to yet another truly great Japanese director. はい、自分はやはり物書き脚本家なわけです。で、運が良ければ時々自分の書かれたものというのが、ビジュアル的な、名称によって、映像化されるということに恵まれるんですね。で、今回がそういうことに恵まれたわけです。皆様にはぜひロード・オブ・ザ・リング、あるいは映画がお好きな方であれば、ご自身たちも、そしてぜひ周りの方にも、この作品ぜひ劇場で見てほしい、というふうに思っております。とにかくそのスケールも素晴らしいですし、そして吹き替え版も、演技が津田さんはじめ素晴らしかったというふうに素晴らしいです。また音楽も、そしてサウンドエフェクトも、ちょっと効果音が入ると揺れ始めるぐらいのインパクトがあります。で、ぜひ見ていただきたいということと、そしてこの場をお借りしまして、心から日本の素晴らしいアーティストの方々、関わってくださった、彼らに御礼を申し上げたいと思います。心と魂をこの作品に注ぎ込んでくださいまして、それは津田さんのはじめとする声優の方々もそうだと思います。そしてやはり特に神山監督、ありがとうございます。この作品を通して、まだ神山監督を知らない世界に神山監督の名を知っていただける、ということも非常に誇らしく思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。監督も最後に注目ポイントと、今日のまとめをよろしくお願いします。はい、本当に僕もたくさんアニメーション作ってきましたけれども、これほどのスケールの作品というのを監督するのは初めてで、ハンドドローイングのアニメーションでは実現不可能なんじゃないかっていう映像を見事にアニメーターの人たちが描き上げてくださって、リリコさんも言ってましたけど、実写なんじゃないって思うぐらい本当にリアルな、すごく力強い映像ができていると思います。そしてピーター・ジャクソン のパークロードで音も作ってまして、これも日本で初めてなんじゃないかなと思うぐらい、サウンドエフェクト、そして音楽、本当に素晴らしいものになっていると思います。これが映画なんだなっていうふうに作ってる自分でも驚くぐらい、やっぱりそのクオリティと作り手たちのこう情熱ですよね、それがすごく反映された素晴らしい映画だと思いますので、本当に見てもらいたいところ、たくさんある、どこかに絞れない、本当にとにかくこの映画一度見ていただければ、本当にスタッフとの情熱が注ぎ込まれたフィルムだと思いますので、映画館にぜひ足を運んでこれを見てください。で、日本語版と英語版両方見てください。